こんにちは、コーチのゆりです。ちょっとソロエピソードが最近更新できてなくてですね、久しぶりのソロエピソードになってしまいました。実は7月後半にコロナにかかってしまって、返答腺がものすごく腫れて、こんなに腫れるのかって思うほど腫れてびっくりしたんですけど、それでもう声が本当に出なくてで、陰性になった後も咳が止まらなかったので、なかなか収録できず、ちょっと お久しぶりになってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか今コロナ流行ってますけども、あの、私3回予防接種したんですが、それで軽症なのかなって思ったら結構重症、まあ私の中では重症だったんですけど、頭痛と熱と、あと収穫がなくなるっていうのが、まあい、あの短い間だったんですけど、収穫なくなって、 その時はやっぱり人間互換っていうのが本当に大事だっていうのを再確認しました。えー、今流行ってるので、えー、どうか皆さんもお気をつけてお過ごしください。えー、今日のトピックは人生は意味付けで変わるというトピックです。えー、私はグループコーチングプログラムのインスパイアドライフクリエイターというのをやっているんですが、その中で今週グループセッションがあってこの話になったので、ちょっとタイムリーな話題だなと思ったので、 ポッドキャストでもシェアをしようと思います。私たちってもう意味をつけるじゃないですか人間って意味をつける生き物なんですよね何か客観的な出来事が起こった時に意味をつけてその意味で世界を理解しているということなんですけどもその意味づけの仕方が人によって全然違うんですよねだから同じ出来事を見て例えば 夫婦で同じ出来事があったとして、同じ出来事を経験しても意味の付け方が全然違うから、結局その経験したことも全然違うっていう、そういうこととかないですか意味の付け方っていうのは人がやっぱそれまでに生きてきた人生経験とか、ものの見方とか、そういうことによって変わっていくので、一人一人違います。で、その意味付けが自分にとっていい、 ベネフィットになる意味付けなのか、または自分にとって足かせになるような意味付けなのかによって、やっぱり人生の、えー、生きづらさとか、生きやすさとか、何かをやりたいときの、と思ったときのこう、願望実現のスピードであるとか、または、こう、なんかモチベーションであるとか、そういうことが全て変わってくると思います。私たちは、やっぱり意味付けをしないと、 統合できないんじゃないかなと思ってその自分の人生経験を頭の中で統合するための意味付けなんですけれどもその意味付けが自分にとっていいものであるか悪いものであるかによってやっぱりその自分の体感としての人生がどんどん変わっていくので自分がどういう意味をつけているかっていうことで現在の感覚も変わるし未来も変わっていくんじゃないかなと思います。例えば 過去の出来事で何かがあったときに、まあ、同じショッキングな出来事があったとしても、例えばまあ今回のコロナの,あのコロナ禍がありましたよね。これ世界の人々がみんな同時に経験したことだと思うんですけど、やっぱりその中でも人によって反応が全然違うのは、そ,のそこにつけている意味が違うからですよね。その 過去の出来事で何か自分にとってネガティブな感情が生まれた出来事とかがあると思うんですけどその出来事に対するそもそもの意味付けっていうのはその過去の時点でその時に自分が持っていた人生経験とか物の,の見方によってある意味をつけてそこでそれに反応した感情が例えば傷ついたであるとか裏切られたであるとか 後悔だとか、罪悪感だとか、怒りとか、怖いとか、いろいろな感情があると思うんですけど、そのそもそもの、そこに感情が付随している出来事っていうのは、そもそもの意味付けがその時点での意味付けだったってことですよね。で、その意味付けを今の自分が振り返ってみたときに、本当にその意味だけしかなかったのかっていうふうに考えたら、実はそうではなくて、別のものの見方もできるな。まあこれがコーチングでいうリフレーミングなんですけど、 別のものの見方ができるっていうところに気づいたときに、その出来事自体の自分が,がそれに与えてる意味みたいなのが変われば、そこに付随している感情も変わっていくんですよね。で、そこに付随している感情が変わっていくと、過去の感情に引きずられてよく私たち生きてるんですけど、そ、そこに引きずられる感情自体がなくなるので、今の選択肢も広がるし、 何ですかね。過去の感情から来る、あ、こっちしかないっていう選択肢だけじゃなくて、他のいろんな選択肢が見えるようになるし、選択肢が広がるってことは、未来がどんどん変わっていくっていうことですよね。つまり、過去の何かに対して、こういう反応をした、意味付けをしたからこういう反応をした。で、それと同じようなパターンでみんな生活してるんですけど、そこの意味付けさえ変わることができたら、パターンが断ち切れるんですよね。それが、えっ、ー、と、普段コーチングでやってるようなことなんですけども、 えっと、これをえ、今回、あの、グループセッションでお話ししたときは、仕事に対する意味付けの話をしてたんですね。なんか、お仕事って、あの、人によって、やっぱり、意味が全然違うじゃないですか。で、やっぱり、こう、普段、あの、お仕事って、まあ、ルーチンワークとかになりがちなことが多いじゃないですか。とか、またはなんか、嫌な上司がいたりとか、嫌な同僚がいたりとか、なんか、いろいろあると思うんですけど、 その中で、えっと、やりがいとかモチベーションを左右するのって何かって言ったら、やっぱり本人がその仕事に対してどういう意味付けをしているかっていうところが大きいと思うんですよね。でまあそういう話をしてた時に、あの、一つの、あの、メタファーというかお話があったので、それをちょっとここでもご紹介したいと思います。これは、えっと、出典がちょっと定かではないんですけども、ドラッカーの本に書かれていたことで、えー あるところに3人のレンガ職人がいましたっていう話があって、まあ、有名な話なのでちょっと聞いたことがある方いらっしゃると思うんですが、えー、あるところにその,その町でレンガ職人がいてそこに旅人がやってきたとで旅人がその石を積んでるんですね職人がでその人たち3人いて1人の人に何をやってるんですかって聞いたら石を積んでるって答えたんですね で、二人目の人に何をやってるんですかって聞いたら、壁を作っているって言ったんですね。で、三人目の人に何をやってるんですかって聞いたら、僕は、あの、歴史に残る大聖度を作ってるんだって答えたんですね。で、この三人を比べたときに、タスクとしてはみんな同じことをやってるんですけど、それに対する意味付けが全く違うじゃないですか。で、一人目の人と石を積んでるって答えてっと、 三人目の大制度を作っているって答えた人のやりがいとかモチベーションとかを考えたときに明らかに大制度を作っている人の方が大きいビジョンを持っていて自分の石を積んでいるというタスクがそのビジョンの中の一つの部分であるということを考えてやっている方がただ単に単純に石を積み上げているっていう人よりもモチベーションが上がりますよね。なので あの、仕事に対する意味付けってすっごく重要で、その意味付けが変われば、同じ仕事でも、モチベーションが上がったり下がったりすると思います。えっと、私は実際に、あの、これを経験したんですけども、金融業界で働いていたので、あの、最初、やっぱりこう、やる気がないというか、なかなかやり、や、なんていうんですかね、仕事自体は面白かったんですけど、業界自体になん、 となく抵抗があったんですねその時の私の意味付けは、えっ、ー、と、まあ、基本が私、消費、あの、銀,銀行とかって、消費者部門とあの、企業の部門みたいなのに感じで分かれてるんですけど、私はずっと消費者部門でやってたので、あの、例えば投資家からお金を集めて、その集めたお金を消費者とかスモールビジネスとに貸して、えっ、ー、と、利息を、 投資家がもらうっていう、まあそういう一つのビジネスモデルなんですけど、まあそういうことを考えたときに、えっと、お金持ちのはますますお金持ちになって、貧しい人はますます貧しくなるみたいな、なんかそこ作の構図で見てたんですよね。なんか格差が広がることを助長している業界みたいな。 なんかそんな感じで見ていた時に、まあ、なんでそ、な、なんでそこで就職したんだみたいな思うかもしれないんですけど。<laughs> なんかそ、そういう感じで見てて、だからなんとなく自分の仕事に誇りが持てなかったというか、こんなことを一生やっていてはいけないみたいに思ってたんですけど、なんかその意味付けを変えてみたら、例えば、その、お金を今必要なところに回していくこと、 そういう仕組みがあることっていうのはすごくいいことじゃないですか。社会の潤滑じゃないですか。お金がないと何も始まらないので、なんかそれはもうすごい社会の仕組みの中でも本当に大きい役割を担っているんだっていうふうにちょっと意識を変えてみたら、そしたらその、その金融業界のそういう役割の中で自分はすごいちっちゃい。自分のやってるタスクはちっちゃいけども、 私その中で自分はそれをこう少しでもうん、そこに貢献するために何ができるかなっていうふうに思考が切り替わったりやる気が出るじゃないですか。っていうその意味付けによって、やっぱりその仕事の仕事に対する考え方が変わってくると思うんですよね。なので、もし今自分の仕事にやり合いがないなとか、自分の仕事これであいいのかな、このままこれでいいのかなって思ってる場合は、 二つ質問していただきたいんですけど、一つ目が、自分にとって仕事っていうのはどういう意味があるか、自分の人生にとって仕事っていうのはどういう意味があるか、今やってる仕事だけじゃなくて、仕事全般、仕事をすること自体に対して、どういう意味があるかっていうことが一つ目の質問。で、二つ目の質問は、今の仕事は自分にとってどういう意味があるのか、今の仕事の意味。 っていうのを、まあ、自分にとって、そしてまた社会にとってどういう意味があるのかっていうのを考えて、その二つが合致しているというか、合っている時に、私たちはすごくやる気が出るし、それこそ本当に使命に沿った仕事ができるんじゃないかなと思うんですね。なので、仕事の、今やってる仕事、タスクレベルじゃなくて、その、 業界レベルとか、会社レベルとか、まあ、その部署のレベルとかでも、あの、どのレベルでやってもいいと思うんですけど、自分の仕事がどういう意味を持っているのか、っていう、その日常的なタスクの向こうにある意味を変えても自分のやる気とかが出ないんだったら、もしかしたら、それは自分の人生における仕事、 で、大事にしているもん、まあ、仕事の価値観とかと、その、仕事の意味自体が合ってないのかもしれないですよね。あので、どこで、あの、何かこういう、なんですかね、違和感とか、やる気が出ないとか、やりがいがないとか、モチベーションが上がらないっていうのの原因が、どこで生まれてるのかを知るために、この二つの質問をするのがすごくパワフルじゃないかなと思います。あの、これをやらずに、ただなんか今、 やる、やりがいがないから、別のことをやったらいいに違いない。みたいにして外に目を向けてしまうと、あの、結局、何が自分にとって大事なのか、そしてどういう仕事を、どういう意味のある仕事をすることによってそれが満たされるのかっていうのがわからないまま、また別のところに行ってしまうことになるので、えっと、まずはその、そういう質問をしてから、えー じゃあ、この自分の大事にしていること、そしてその仕事の意味を合わせるためには、もしかしたら今の会社の別の部署でそういう仕事があるかもしれないし、もしかしたら今の業界の別の会社でそういう仕事があるかもしれないし、または違う業界で今と同じような職種であるかもしれないし、または全く違う もうあの例えばビジネスをするとかそういうことをしたらそういうものが得られるかもしれないってこういろんな選択肢が考えられるじゃないですかなので一度そういう2つの結構根本的な仕事に対する、えー、質問、まあ、そういう仕事の持つ意味っていうのを考えてみたら今なんとなくモヤモヤしててそこからどうやったら。 あの次何をしたらいいのかなって考えてる方にはすごくヒントになるんじゃないかなって思います。<music>